はい、それじゃあ続きで撮っていきましょう。まずは1階からじゃな。あー、これまだここは使わんでいいか。父が肌身離さず、持っていたお守り、その効力は失われつつある。ひえー、まだか。特に触る必要はない。お、動いたような気もするが、ボロボロのタオルが入っている。ところが錆びついている。水が出てこない。ボタンを押しても動かない。はばかりだ。掃除道具らしきものに黒い虫がかぐゴキブリかな。黒光りする地。1987年12月。私が生まれる前、使用された形跡はない。うん、あ、戻ってる。一戻ってる。お、バスケットボール。一部が少しかびている。動きそうな気配はない。自分の姿すらよく見えない。ひねっても水は出ない。水垢でゆるぬるしてる。これを使う気にはならない。ふぃー、金属っぽい匂い。よっこらせてった。日付は汚れてよく見えない。鍵付きの襖。風光明媚な富士山の姿が掛け軸に描かれている。血が何も入ってない。タイマーがついている。見た目の割に重い。匂いを嗅ぐとカビ臭い。足が取れそうになっている。食器はほとんど入ってない。中にあるのは割り箸ばっかりや。謎の液体が飛び散っている。ふうふう、誰かの手形がついている。見つけたけど、まだ探索厳重に鍵がかかっている。いかいけるんや。催眠レポート後。多角形についてというタイトルの本がある。世界各地のクロックというタイトルの本がある。青年と二人の少女の写真だ。なんだろう、とても懐かしい気がする。白い花と薬品が詰め込まれている。男物の和服が入ってる。タンスの奥からカサカサーという物音がした。結界部屋。厳重に鍵がかかれている。書斎。人形室。ふい。生贄エビ。ふい。レポート読もうかね。催眠。暗示を受け入れやすい状態、またその状態へ導くための技法。後者のみを限定して催眠術、または催眠暗示と呼ばれることもある。これらの技法は霊的術的な力を用いたものでなく、むしろ心理学的な技術である。ただ秘術者の精神面に影響を及ぼす関係上、呪術の準備段階で用いられることも少なくない。催眠は霊的存在による憑依などとは違い、秘術が望まない行為を無理やり行わせることは不可能である。ただし特殊な薬物を用いることで、この制限をある程度緩めることは可能。ふぅ。じゃあ DL サイトコムによくあるやつは、みんなそれか。あ、封印部屋だった。そうやった。紙だらけで変色している。紙製の食器が転がっている。何かの破片、皿の破片。ガスコンロ。今は調理をする気にならない。 Hello Hello。 誰あなた、どうしてここに。ここは危険やから帰りなさい、言うだろ。あ、いやいや、でも。どうしたの？帰れない理由があるの？その、トンネルが、なんかスター70枚持ってないから、果てしなく続いてるんです。ケツワープできひんし。は？トンネルがどこまでも続いて向こう側に出られないんです。どれだけ向こうに歩いてても、なんかマップがループしてて。何らかの力によって妨げられてるって言いたいの？かもしれません。どういうこと？さっきといい、どういうこと？さっきといい、今のこれといい。偶然この場所にやってきて、さらには外へ出られへん。
あの子はこの場所に呼び寄せられてるとでも言うの？わかったわ。新たな言葉、信じましょう。私がトンネルの向こうまであなたを送ってあげる。え、お姉さんが？一応ここに来るためにいろいろと備えはしてあるよ。私と一緒に行けばあなたも向こう側へ出られるはずよ。ね、それでどう？あ、ありがとうございます。よろしゅうお頼申します。トンネル抜けて、なんかおった。しかもモータルコンバットなくなってるし。さあ出られんのかな。あれ、え、出口たどり着けた。でもさっきはほんまにどんだけ歩いても言うたでしょ、私とら外に出られるって。さあ行きましょう。出れた。この道をまっすぐ歩けば市街地にたどり着ける。ありがとうございます。ほんまに助かりました。いいのよ、気にしないで。こういう時の備えやもんね。こっからは一人で行けそう？まあそやね、まあわからんでもないけど、私はこっからあの家でやらなあかんことがあるね。許さない。いや、お、音量、こっちに来なさい。逃げるわよ。あの音量、もうここまで。どういうこと？あなたあの音量知ってるの？私は。万事休すか。どうしたら。これか。お父さん、お願い。消えた。悪霊があんな簡単に。もしかして今のお守りって。あ、また。逃げるわよ。結局ここに戻ってくるのね。まずお礼を言うとくわ。あなたのおかげで死なずに済んだことは確かよ。ありがとう。何もしてないですけど、ほとんど。その上であえて質問させてほしいけど、あなたもしかして春山忠彦さんを知ってる？は？春山忠彦、私の上司なんやけど。おとんがどうかしたんですか？は？ちょ待って。ちょっと待って、お兄さん。ラッスンゴレラヒって何ですの？
あの、父です。あの、おとんの名前が春山忠彦で。父親、あの人があなたの。そうだったの。まさかとは思ったけど。ということは、あなたがアコちゃんなのね。は、え、あなたは？私は星川さや、忠彦さんの部下で助手、あと不倫相手かしら。昔霊媒師をやってたから、その能力を買われてね。霊と交渉し、町内を解く研究の助手をやらせてもらってたの。ああ、助手、そしてセックスパートナーですか。ええ、助手、あとセフレだけの関係よ。これが証拠、私とは。サヤの写真。確かに不倫の写真にも見えるわね。忠彦さんが亡くなったことは多分あなたも知ってるわね。はい。私はね、あの人を殺めたまじないを解明するためにここに来たの。まじないを明かして止めることが敵討ちになると思ったから。ただこの場所へ来たのはある意味勘のようなもんやった。あの人の資料に載っていた場所から一番危険そうな場所を選んだだけ。当然ここに来たところで何の収穫もない可能性もあった。でもその場所に忠彦さんの娘がやってきた。無意識のうちにまるで誰かに誘われるように。だからね、私確信したわ。ここには絶対何かあるって。血縁の呪いに関わる何かこの地のどっかに眠ってるの。それが末裔であるあなたをこの場所へ呼び寄せてしまった。アコちゃん、私と一緒にこの家を探ってみましょう。私たちで忠彦さんの胸を晴らすには。やってくれるよね。気持ちはわかるわ。正直私だって怖いもの。でも目を背けてばかりじゃ何の解決にもならんのよ。なるより町内を止めないと、あなたの命かで危ないわ。私ができる限り支えるから。だから頑張りましょう。はい、それするしかないもんね。さあ行きましょう。あちこちが洗浄されてるから、まずは鍵を開けないとね。これで、星川さや。年齢不詳。彼の仇を取るべく血縁の呪いを解明しようと秋山調査に訪れた。かつては霊媒師として活動していたらしく、霊を自身に憑依させ、その言葉を周囲の者に聞かせることができる。落ち着いた大人の女に見えるが、それは年下の同性が相手の時限定。独り言のボリュームがでかい。そうなんだ。まずは、とりあえず、まあ、セーブしましょう。よいしょ。なんで風呂場にバスケットボールがあるんやろうね。何が開くんや。どこが開くんじゃか。さっき間違えて触っちゃったの。おかげで右手がホコリまみれよ。
線、手形がついてる。ここじゃない。なんだ、とっても懐かしい気がする。古い写真で知り合いに似てるとか。どうなんでしょう、ちょっとうまく言えんけど、なんか ああ、これは触らん方がいいわ。どこも開いてないね。へえ、星って実家っけやったんや。この家に住んでた人は時計が趣味だったのかしらね。はい、どこも開いてない。どのような状況なのかは不明。どこも空いてないね。まあ、とりあえず、なんかあった時のために、ここのサムネ用にこれは残しておこう。ほんまに、鍵かかってる扉ばっかりですね。なんか鍵っぽいもんも見当たらんし。ちょっと待って。すぐ近くに例の気配を感じるわ。音量ですか？違う。何かの残留思念みたいな。ちょっと辺りを探してみましょう。あった。いたよ。なんこれ。落ち着いたよ、こちゃん。これは悪霊じゃないから。この家に住んでいた人の記憶が霊として残ったものよ。記憶？これを私に憑依させれば何かの手がかりにできそうね。いや、憑依って、ロバートの秋山さんとか鳥居みゆきさんみたいな芸風になるんですか？言ったでしょ。私はそれが専門だって。いや、だども。いいから、アコちゃんはそこで見てて。おー、スタエさん。隠した。え？大きな箱の中、魔除けの裏に隠した。魔除けの裏？霊が抜けてもったみたいね。やっぱりただの残留思念みたい。疲れた後の疲労感がないの。はあ。で、疲れている間に私なんか言うてへんかった？確か魔除けの裏になんか隠したとかどうやとか。魔除けの裏、何かのヒントなのかしら。ひとまずそれらしいものを片っ端から探しましょうか。魔除けね、魔除けってなんだろうな。魔除けの裏って、あ、ここ？よく見るとこのお札真ん中が不自然に盛り上がってる。一回和室の鍵。魔除けの裏ってこれのことやったんですね。和室というとリビングにあった鍵付きの襖が怪しそうやね。よし、進んだらセーブしよう。触ると手が錆び臭くなる。ここだ。で、壺が割れている。鈍器で流れた中、壺に円形の穴が開いている。これといって何もなかった。ふぅー、こっちにしよっかな。それとも、え、どっちにする？サムネイル。でもやっ
ぱあのツーショットの方がサムネイル的には美味しそうなのよね。な、不気味やな。人の形をしたものには霊が表現しやすいのよ。あんまり触れない方が良さそうね。ダイヤル鍵。長らく放っておかれたらしい。ホコリと蜘蛛の巣に覆われている。怪しげな薬が並べられている。わずかに頭が痛くなってきた。これも無害な霊体みたいだね。どうする、表示させてみる。3つの番号、3つの番号を4桁の箱に。食卓の周囲、寒い場所から暑い場所へ。寒い場所から暑い場所へか。ああ、どうだった、なんか参考になればいいけど。寒い場所から暑い場所へ。あーと、これメモらなあかんか。ちょっとこれメモっとかなあかんか。よいしょ。メモメモ、よいしょ。メモね、よいしょ。とりあえずメモを用意しましてやな。メモを用意しましてやな。メモとペンを用意しまして、えい。まず13たつ14は3イコールじゃないしな。で、16引く15が、まあ、これは1で合ってるのよね。うん。17たす18が、11。はいはい。20÷14 は何じゃ？はいはい。んで、あ、これは冷蔵庫か。寒い場所から暑い場所へと。ほい。多分場所もメモしとこう。冷蔵庫がこれ。で、レンジが、1引く四角、足す三角イコール0。で、3引く丸、丸足す四角が、7。4足す三角足す丸が7。9足す丸足す四角引く星。星って十角形なのね。ちょっとこれは分かった気がするぞ。三つの番号を、よいしょ。これがまあ机の上や。まあこれ机の上に、机の上に、関数字2足す3イコール5。まあこれはそうだな。うん。で、3足す4が8になるのはわからん。画数かな？画数かな？んで、5引く10が2。あ、もうこれ画数やね、これ。10かける100かける1000イコールなんぞ。よいしょ。はい、ということでね。もう一回やろう。
ちょっともう一回確かめよう、これ。何やったっけ？三つの番号、三つの番号を4桁の箱に。食卓の周囲。まずは食卓の周囲。寒い場所から暑い場所へ。こうだな。うん。さて、メモったので、ちょっと、ダイヤル鍵ロックされてます。まず食卓の周囲よね。三つの番号を、これ。まず2たす3が5で、これは画数やから、これはもう画数なので、つまり、2かける、100は何画や ?1、2、3、4、6。かける1000。100が1、2、3、4、5、6。六角で線は三角やから、12×3で36。うん。あかんあかん。これあれか。こっちからだな。んで、その次、寒い場所から暑い場所で。まず寒い場所は冷蔵庫だから。13たす14が3をまず解決しなきゃいけん。16引く15は1。まず13たす14が3を解決せないかんよな。17たす18が11で、13たす14は3。これはなんだ？27が、13たす14は27になるから、まあ、これは、3×27。んーなこともないか。で、17たす18は普通に計算すると、35になるんだよな。35が11？これあれか？どうだろうな。とりあえずこのレンジのこれを先やるかな。まず1引く四角形足す三角形、1引くマイナス3足す。んで、これ多分角形だと思う。レンジのメモは。これが0。で、3引く1足す4。3引く1足す4。いや、3引く、あ、丸は0か。3引く、丸は一角で書くから1ってやってたっていうのを、もう、だいぶ初期の青鬼でもやってたわね。2011年の。で、この3引く、これが7、OK。んで、4足す三角形、これ7。9足す丸。9足す丸足す。9足す丸。これが9。足す四角形。13引く10。3だ。あとはこれを0から1まで10回やればいける。おっと。まあ、その前にちょっと長いのでセーブした方がいいわね。はい、ということでね、今回ここで終わりましょう。それでは皆さん、バルディオス。次回へ続きます。ご視聴ありがとうございました。また見てね。